オポーレ公国の紋章オポーレ公国、またはオペルン公国はシロンスク公国軍に属する公国の一つ、首都はオポーレ。公国は1172年、ボレスワフ一世の長男、ヤロスワフの両国として分離独立した。ヤロスワフの死後、1201年から1202年までの短い間はブローツワフ公国に併合されていたが、1202年に、 ヤロスワフのオジミエシュコ一世が自分の領するラチブシ広告へと取り込み、オポーレラチブシ広告を形成した。1290年、オポーレラチブシュがブワディスワフ・オポルスキの4人の息子たちの間で分割相続されると、ラチブシ広告から分離した単独のオポーレ広告が成立したが、この2国の領土の一部からチェシン広告、ビトム広告が新たに分立した。 1327年、広告は、ボヘミア王官僚の報道となった。広告は、この後、繰り返し起きる、領土的変化によって、不安定な状態が続き、15世紀半ばに至るまで、徐々にその半島は縮小していった。しかし15世紀後半には、再び拡張を始め、1511年には、オポーレラチブス広告が再形成されることになった。1532年、 ャスト家最後の統治者、ヤンニセイが死ぬと、広告は、完全に、ボヘミアの主権下に入った。オポーレラチブシュ広告の支配者は、ホーエンツオレルン家、ハプスブルク家、バザ家など、目まぐるしく変わっていった。オポーレラチブシュ広告は1742年、最終的に、プロイセン王国によって並行され、消滅した。シロンスク広国の分裂の始まり、 ボレスワフ一世超新公のブロツワフ公国、その弟ミエシコ一世チンバ公のラチブシ公国、ボレスワフの長男、ヤロスワフのオポーレ公国1558年より、ハプスブルク家がボヘミア王として領有し、一時的にタケモンの出身者が公家として統治。ありがとうございます。